リヒトです。セイラです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回は兄弟で親にバレずに冷蔵庫の中身を食べ続ける。イエーイ。まあそのままなんですよ。親にバレずにどこまで冷蔵庫の中身を減らせるかっていう、まあ自分企画となっております。イエーイ。普通はできませんね。普通はできない。そうだね。まあバレないかなって思っているので。自信のほどはありますか？あります。あります。まあ私もあります。まあすぐはバレないんじゃないかなと思っているので、すごい今大きな声で喋っちゃってるけど、まあ静かにやっていきます。冷蔵庫の中身というか、まあね、自分の好きなものまあ多分あると思うので、それを取ってここに戻ってきて食べて、でまた取ってっていう感じで無限ループでやっていこうと思うので、ぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。はい、食べました。いただきます。何やったの？何やったの？私や僕はね、僕は何でしょう、これ名前なんて言うんです。しっとりビスケットサンド、アイスです。私もアイスを。メイラさんが好きなチョコですね。はい、チョコ好きです。何歳ですか、リヒト君は？7歳です。まだ学校入る前に誕生日です。インスタで言ったか分かんないけど、チョコ離れてます。結構離れてるよね。メイラさんはもう15歳になりました。あ、15歳になりました。昨日の待って、昨日いい、数えなくて。15歳になりました。15歳になりました。ん？初めてで緊張してます。初めてで緊張してます。ごちそうさまでした。あ、ごちそうさまでした。じゃ、行ってきます。行ってきます。はい、行きました。行ってきました。何買ってきたの？アイスじゃん。しかないの。そう思われちゃうじゃん。うん。あ、アイスしかないんだ。まあ食べてるよね。うん。じゃあ私はもう食べてますね。バイバイ。おい。ということで私2回目取りに来ました。健康のためにということでヤクルトを飲みたいと思います。バイバーイ。ヤクルトを持ってきました。2人とも飲むやつですね。それアイスだけどね。うん、なんかアイスばっかり食べてるから、ちょっと飲み物でもとか思ってヤクルトを持ってきました。じゃあ今度アイスやめよう。味が崩れない。どうしよう、次何か言っていいんだろう。終わり。あ、終わりにする。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。早い。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。バイバーイ。っていうか、まあ、終わらないですけど、うん、はいはい、バレ…さっきのは、冗談系ですね。あ、冗談です。バレるまで続けるっていうか、っていう企画なので、うん、今度は私はヤクルトを持ってきました。僕はバレないと思いますが、皆さんはバレると思いますか？いた
あげます。こちらを食べたいと思います。なんか目の前にあったし、こちらを食べようかなと思います。帰ってきた。いっぱいになってきましたね。ちょっとね、次の取ってこようかな。はよ。バイバイ。あ、食べてくれるよ。私はゼリーのリンゴを持ってきました。いただきます。今、二人ともは多分4個目か3個目ですね。ゼリー取ってきます。じゃあね。取ってきました。また私はヤクルトを持ってきました。うん、いただきます。おっと、いや、次の持ってきます。ちょっと、ちょっとやりそうだったので持ってきちゃいました。ちょっとね、危ない。私も行こうとしたので、レイラさんがちょっと、ね、何？なんでレイラさん急に？え？なんでレイラさんねえねって言って？ねえねえが、いつもねえねって言うの気にしてる。はい。僕は行こうとしたけど、バレちゃうよって言ってきたもんで。もう一回行ってみる。どうします？もう一回行く。もう一回行く。もう一回いっぱいだな。まだ近くなんで頑張ります。行かせるか。え、行くの？うん。もう無言で行ける。ガイナが喋ってるんだけど、来ました。持ってきました。僕はクッキー、棒のクッキーをチーズにつけて食べるやつを持ってきました。すごいの持ってきちゃいました。じゃあこれもじゃあ食べ終わっても、もう持ってこれる。まあまあまあ、お腹に軽いし、ゼリーだったら、まあ俺も大量にあるし、俺ゼリー大きいの食べたしね。マグを取りに行きたいと思います。もう後半なんで攻めていこうかなと思ってるんですけど、私は大丈夫そうですか？はい、ついてこれる。はい、48分取ってるんですよ。48分間、こんなバレないことある？やっぱうまいんだよね。出た、そういうのおふざけ出ました。では行ってきます。はい、こちら、はい、取りに来ました。急いで、急いで、はい、行ってきます。これ、ヤクルトを持ってきました。持ってきました。どうか、暑いですね。オレンジジュース、歯抜けだもんね。はい、抜けだもんね。歯抜けだもんね。この人うるさいんです。すいません。歯抜けだもんね。人おいで。みんなに言わないといけないことがある。あるみんなに言わないといけないことがあるの。あるんです。バレました。イエーイ。
あの皆さんすいません、この人頭悪くなってます。バレたら普通はみたいな感じなのに、なんで？そうね。うん。バレましたー。なんとばったり会っちゃいました。普通に会っちゃったよね。普通に階段でばったり会っちゃいました。階段で会うの？ということで、すいません。これにて、この企画は終了になります。こんななんか、なんかね、バレちゃったとき、ねえ、感想だから。皆さんどうでしたか？まあこうやって、ピンカテ TV ではあんまりない感じだと思います。もうメンバーと、こうやって兄弟が、出てくるっていう感じの動画は多分初めてだったんじゃないかなって思うので、まあ新鮮だったんじゃないかなって思いますので、まあそれも良かったなと思いますし、まあこういうのってあんまりないじゃないですか、冷蔵庫の中身を親にバレずにみたいな。まあ結果お腹いっぱいになりましたっていうのと、でも結構バレなかったよね、結構バレんかったから、それはまあすごいなと思いました。レイラとリヒトの絆がみんなに伝わったということで、もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。Thank you.